皆さんごきげんよう、沙織です。今日はハワイのワイケレアウトレットのご紹介です。ファッション YouTuber の私が気になったアイテムを独断と偏見でピックアップしてご紹介していきます。今回回ったお店はオフフィフス、フルラ、トリーバーチ、ケイトスペード、ラルフローレン以上の5店舗です。価格と一緒にアイテムをご紹介していきますので、参考になったら嬉しいです。最後までごゆっくりご覧ください。オフフィフスに来ました。サックスフィフスアベニューのアウトレットバージョンです。2200ドル。私の大好きなシューズゾーンです。ここがデザイナーズのちょっとハイブランド系の靴があるゾーンですね。モスキーノ、モスキーノバレンチのあたりが多いかな。ちょっといかつめ。ジャンビトロッシ、ラバータイプのサンダルとかあるんだ。マノロのシューズがありました。サンダル35サイズなのでちょっとちっちゃい。378ドル、 45% オフ。私にはちっちゃいな。あ、ロッシだ。え、かわいい。これピンクベージュの、あ、こんなキトゥンヒールみたいな感じの。これはこれも35だから私にはちっちゃいけど、こっちか。334ドル、ぐらい5万ぐらいかな。 59% オフ。サイズが合えばお得ですね。グッチのスリッポン、37サイズ、349ドル。これは逆に大きい。こっちのデザイナーズって書いてない方の棚がアメリカのブランドだったりとか、ちょっとお手頃なブランドのものです。マイケルコースとか。これで、89ドル、 28% オフ。なんかバレンチのかなって思ったらバレンチの風の違うところでした69ドルですね。なんかこれめっちゃ履きやすそう。これマイケルコース99ドル。これかわいいと思ったけど結構重い。すごいなんかゴールドでデザインかわいい。めっちゃ重い。こんなキラキラのシューズとか、これで39ドル、安い、うん。あとカルバンクラインとかですね、こっち系のブランドが多いです。カルラガーフェルドのスニーカー、これで89ドル、 39% オフ。夫がマルジェラの旅スニーカーを見つけました。レディースの大きいサイズ、かわいいね。マルジェラ194ドル、元が259ドル。あんま、あ、違うか。元が460ドルが1回259になったけど、それが194になってる。次はフルラにやってきました。間違いなく使えるよ。旅行の時こういうのいいよね。うん、ちょうどよくない？確かに。218ドル。キャンディーバッグ、なんかビニール素材のバッグ。これ通勤バッグ。438ドル。めっちゃ入りそう、うん、
次はトリーバーチにやってきました。かわいい、早速かわいい、くない超好きな色。確かに。これは268ドル。重いよねやっぱ。だってめっちゃ可愛いんだけど、なんかすごいいっぱいある。こういうのも好き。超可愛い。あ。へえ。ハワイ限定？うん。15。Thank you。可愛い。ハワイ限定デザイン。398ドル。200ドル。かわいい。こういうのもいいよね、旅行に。ちょっとちっちゃいかも。あのプラダのやつっぽい。あ、かわいい。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。何が入んの？超好きこれ。かわいい。なんかトリーバーチってさ、ちょっと遊び心があるデザインが可愛いよ。298ドルの。Yeah. Just came as a transfer from our Alamoana boutique store. All right. In Alamoana, it's regular price, but here it's 30% off. 30% off. Yeah. All right. Thank you. So it's a good deal. Thank you. Alamoana からちょうど来たんだって。あ、それはちょっと入れるもんないからな。え、可愛い。198ドル。うるさ。かわいいこれ。MacBook とか入れられるんじゃない？あ、持ち歩くとき。ちゃんとショルダーもついてる。All right, thanks. You're welcome. これも可愛くない？これかわいいじゃん。かわいい。でも前トリーバーチの B さん買ったかな。128ドル。かわいくない？50%オフ。え、50%オフなの？本当だ。かわいい。アイマスクとパジャマの3点セット。かわいくない？かわいい。かわいいよね。なんか花柄のパンツ履いてる。298ドル。かわいいよね。168ドル。めっちゃ気持ちいいの。なんか裏起毛だ。かわいいよね。でもいい値段だね。けど、うん、何もあれしないから。確かに安くなってんのかな。パジャマ、うん、これかかわいいよね、うん、なんかこっちの方がパジャマ感あってかわいい。そうだね。こっちもかわいいけど色がね。
なんかザ・パジャマ、$59。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ワイケラアウトレットで私が気になったアイテムをご紹介させていただきました。一緒にウィンドウショッピングしているような気分になっていただけていたら嬉しいです。他にもハワイ関連の動画はパッキング、購入品、Vlog などもアップしておりますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。それではごきげんよう。